本木線を行く、貨物列車本木線とは、神奈川県横浜市磯子区の根岸駅から同市中区の本木不等駅に至る神奈川臨海鉄道の鉄道路線である。JR 根岸線根岸駅から分岐し、国道357号に沿って伸びる貨物線。周辺には横浜港、シンボルタワー、本木海釣り施設などがあり、沿線にはエネオス根岸製油所、 日産自動車本木専用布団がある。当初はシャー列車のみであったが、1990年代初頭に横浜本木駅がコンテナ貨物駅として再整備され、以降はコンテナ列車を中心に運行されてきた。横浜本木駅において会場コンテナの取り扱いが行われている。2010年3月までは仙台臨海鉄道仙台港駅との間を、 結んでいた海上コンテナ輸送列車が運行されていた。また、横浜市営地下鉄や都営大江戸専用車両の公主輸送が行われたこともある。道路線で牽引を担当する機関車は、塩浜機関区所属のディーゼル機関車、DD55、または DD60 形式で、横浜本木駅併設の横浜機関区に常駐する。 神奈川臨海鉄道や横浜市港湾局などの各港湾関係団体で組織された京浜港物流高度化推進協議会では以前から鉄道による駅と港を効率的に利用した新しい物流サービスの実現を目指してきた。これに先駆けて2008年4月より横浜港本目不当 BC 特定コンテナターミナルに隣接する本目不当駅において 海上コンテナの取り扱いを開始し、海上コンテナ輸送の実証実験を約2年間行っていたが、前日の通り2010年3月のダイヤ改正で、これまで横浜本木駅と仙台臨海鉄道仙台港駅との間を結んでいた海上コンテナ専用列車自体が廃止となり、この輸送実験も終了した。横浜本木駅の構内配線の都合上、運行形態は、 根岸駅横浜本木駅と横浜本木駅、本木不等駅で分離されている。2015年3月現在は1日あたり、根岸駅横浜本木駅間は3、往復横浜本木駅本木不等駅間は2、往復運行されており、一部の貨車は横浜本木駅で係争される。根岸駅横浜本木駅本木不等駅。ありがとうございます。